軟骨の組織は怪我などで傷つくとほとんど再生しません。現在は別の部位の軟骨の細胞を手術で取り出して移植する治療法が行われていますが、患者の負担が大きいことなどが課題になっています。京都大学 iPS 細胞研究所の妻木則之教授らのグループは、人の iPS 細胞から軟骨の組織を作り、膝の関節の軟骨が損傷した患者に移植する臨床研究の計画を国に申請したと明らかにしました。計画では患者の膝に iPS 細胞から作った軟骨の組織を移植する手術を行い、安全性や有効性を確認することにしていて、患者の負担を減らしながら関節が再び動かせるようになることを目指します。グループは国の了承が得られれば来年以降患者への移植を始めるとしています。 iPS 細胞から作った細胞や組織の移植は、京都大学で神経の元になる細胞をパーキンソン病の患者の脳に移植する手術が行われたほか、理化学研究所などのチームや大阪大学が臨床研究を行っています。因为以往关节退化，那么顶多就是有些打点玻尿酸啊，有些打些血小板啊，那或者是比较严重要换人工关节。但是呢，如果我们能够加上这种最新的细胞成片，那么跟软骨细胞在一起，它会再生。这项细胞疗法的特色就是将自体培养出的软骨层片放回受损的膝盖部位，来达到软骨再生的效果。而这个软骨细胞层片的制作技术也顺利从日本寄转到台湾，未来预计造福台湾多达350万的关节炎患者。